皆様新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。昨年は阿蘇市政に対するご支援、そしてこの WebTV 阿蘇をご視聴いただき誠にありがとうございました。今年も WebTV 阿蘇、そしてこのようこそ視聴室では、さまざまな企画を盛り込みながら番組作りを進めてまいりますので、ぜひご覧ください。さて、市長、今年初めての、ようこそ市長室ですが、年が明けて、熊本地震からの復旧復興が着実に進んでいるようにも見えますが、まずは昨年の2017年を振り返って、お話を聞かせていただけますでしょうか。はい、去年はやっぱり年頭少々、最初に復興元年と言われた年でありました。私たち阿蘇市においても被災をされた方々の生活再建、そしてまた産業の再生、かつインフラの復旧を早くやって元通りの生活に戻りたい、そんな思いで力を込めて取り組んでまいりましたけれども、まずその中でも農家の方々が、農地がいろんなところに被災を受けた、果たして作付けができるだろうか、そんなことを心配をしておりましたけれども、全部が全部まだ復旧はしてなかったんですけれども、至急急いでやって、そして作付けがやっぱり前に進んだということはすごく大きかったなと思っております。それと同時に阿蘇山上に行く道路も閉鎖されたままでしたけれども、去年の工事を境に、そして無事、山上の草千里までは行けるということになってまいりました。まだまだたくさんのことがありますけれども、その中でも7月ですか、阿蘇ボーイが、ね、いつも観光列車として来ておったんですけれども、例の放射線がああいう状態で、全く来れないということで、大分の方から、7月から、そして12月までの運休ということで来ていただくということはすごく良かったなと思っております。それと同時にジオパークがいよいよ今年がもう正念場で、世界のユネスコジオパーク審査を受けるわけでありますけれども、去年日本委員会が審査に来られて、その時がこういう地震の中ではあるけれども、なんとか条件付きで認定の方向で、日本委員会も取り組んでいくんだと、いうことで、いろんな課題を抱えておりますけれども、その課題を一つ一つクリアしながら、昨年の暮れには、なんとか日本委員会の方に、そのいろんな取り組みの考え方を提出できたということで、今年はぜひともこの8月にまた審査員の方が来られると思いますけれども、世界から貸し取っていきたいと思っております。他にも5年前の私たちの九州北部豪雨災害、外輪山はもちろんですけれども、阿蘇山の方もやられました。もちろんカルデラの中は高森町も、それから南阿蘇村もすごくもう崩落をしたり、不幸にも亡くなられた方もおいででありますし、それを振り返ってみると平成2年の時もそのような状態であった、なんとかして国の直轄砂防事業を導入をして、そして生活がより安心してできるような、そんなこの阿蘇に持っていかなければいけない、南阿蘇村と阿蘇市と高森町と三者一体になって、その規制会を作って、今現在でも中央に対して一生懸命予算の要求と、事業の認定ですか、そのことをお願いをしておるところなんですけれども、今年はなんとかそういう手応えがつかめるといいなと。ということを思っております。またちょうど10月頃だったですか、我々は世界文化遺産を目指しながら、いろんな宿題を一つ一つクリアしつつありますけれども、阿蘇の草原の一つである和菓子の
文化的重要景観として認められたということもこれまた大きかったと思っております。そういう前向きな取り組みが確かにありますけれども、住民の皆さん方が一番心配しているのは57号線がいつ言動として通ってくるのか、イコール子どもたちの通学にもすごく影響を与えている、JR のあの放射線がいつ開通するのか、そのことがすごく関心度が高いと思います。そんなことを考えると、やっぱり現地を直接工事の進捗状況ですか、見ていただいた方がいいだろうということで、国土交通省にもお願いをして、女性団体の方にも見ていただいたり、もちろん議員の方にも見ていただいたり、そして各種団体の方、また区長さんにも見ていただいたりということで、その見てもらった現状の姿というものを住民の皆さん方にまず情報としてお知らせすることが大事である。もちろん阿蘇市の広報の中でもそのことは伝えていきたいとは思っておりますけれども、そういう大きな課題も残したままのやっぱり今年になったのかなということを思ってますので、もっともっと希望の持てる、そして復旧から復興につながる阿蘇市というものを力強くこれからまた歩んでいきたいと思っております。でも一つだけ言い忘れたことは、57号線の中で北側ルートですか、新しいトンネル化がありますけれども、それが去年の6月にトンネル工事が今行われているということはすごく嬉しい限りです。だってそんなことかなと思いますけれども、まだまだたくさんありますけれども、そうですね、昨年は本当に復興元年としていろんな取り組みも進められてきましたが、復興元年の次の年、今年の2018年なんですけれども、どういった取り組みだったり、またいろんな対策を考えられていらっしゃいますか？そうですね、やっぱり身近なところで、自分たち その生活再建はこれからもしっかりと応援をしていく、仮設住宅に入っている方々の不自由な点とか、あるいはこれから自立していく上においてのいろんなアドバイスと相談相手には、これはもう継続してやっていかなければいけないと思ってますし、一方の方ではいろんな施設が地震によって壊されました。私たちが子どもたちも競技をやっている農村公園アピカ、これもこの1月にはほぼ工事が完了しますし、また5年前に水害であった大切なお年寄りの方をお預かりをしておった施設、ジョージ園ですね、この入所された方々も早く阿蘇に帰りたいという切実なる声を受けて、今日まで取り組んでき、ようやく民設民営と阿蘇城址園として新しく3月までには出来上がってきますので、またそういう方々が帰ってきて安心して暮らしていける、そんな施設の受け皿ができたということはすごく大きかったなと思っております。それとかやっぱり大きなところで言えば観光ですね。そうですね、昨年から一生懸命阿蘇観光のあり方について、関係の方々と一緒に協議をしてまいりましたけれども、ぜひともこの3月のどっかの時点には、3年半ぶりに、火口見学ができる、そんな安心をきちっと担保した、対策を今練ってる最中ですから、絶対実現をしたいなと思ってますけれども、今環境省の方と和菓子の方で、道路の整備とか、あるいは避難の退避後の問題とか、あるいはガス検知器を今つけてもらってますし、また転落防止策ですか、これもやっていただいておりますので、あとはそういうことをきちっと確認をしながら、そして安全な火口見学を多くの皆さん方に、それを一つの地震からの復興の象徴としながら、九州の観光の中心地としての、蘇りをやっていきたいなと思っております。
それとジオパークの、はい、さっき言いましたように世界もう8月に審査委員が来ますので、はい、正念場ですから、うん、なんとか力を合わせて、うん、それが良い方向に、うん、向かって、うん、そして9月に行われる世界審査で無事発表されて、ユネスコジオパークとして再認定されるように、うん、頑張っていきたいと、はい、思って、おるところなんですけれども、うん、それとか地震でやられた私たちの大切な波の地区の方の庁舎がひびが入って大変な状態でした、うん、それを今年からいよいよ本格的に新しい波の支庁の、うん、庁舎建設に、うん、入っていく予定をしておるところなんですけれども、そういういろんなことの前向きなところをしっかりとやりながら、これからの阿蘇市の新しい地震からの生き方と在り方と目標と、そういうものをしっかり住民の皆さん方と一緒に共有をしながら大きな一歩を今年は踏み出していきたいと、そんな決意を持っておるところです。はい、いろんな抱負を伺いました。今年もさまざまな明るい話題もね、はい、たくさん待っていますので、はい、その一つ一つを WebTV 阿蘇でも皆様にお伝えしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。ではここで恒例のクイズですが、今月はどんな問題でしょうか。そうですね、もうこれはもう以前から僕が挨拶をさせていただくとき、はい、一番最後の方で、うん、もう簡潔明瞭に、うん、表現をする言葉で、健康がなんとか、元気がなんとかと、はい、いうことをよく言いますけれども、うん、その二文字は何でしょうかと、うん、はい、いうことが今年の年頭にあたっての一番大切なクイズとして、うん、はい、提案をいたしました。はい、このようこそ市長室でもたびたび市長が口にされている言葉でもあります、うん、はい、健康が〇〇、元気が〇〇、うん、この中に入る言葉を、クイズの答えとしてお寄せください、はい、ヒントはですね、今年は犬年ですけれども、ど犬の鳴き声はワンワンですね。そうですね、ワンが何かの数字をこう表しているというか、すごいヒントですね。それはちょっと分かりやすいのは分かりにくいようなヒントでございますが、そちらを参考に、はい、健康が、うん、元気が、はい、という、数字がね入る答えですので、ね、ぜひお寄せください。今年初めての、ようこそ市長室は、昨年度2017年を振り返り、また今年の2018年の抱負を、佐藤義雄阿蘇市長に伺いました。どうもありがとうございました、はい、今年も頑張ってまいります、はい、よろしくお願いいたします。クイズの正解者の中から抽選でお菓子のみゆきから洋風まんじゅう新月8個入りを2名様にプレゼントします。阿蘇小国ジャージーミルクの練乳と濃厚なチョコレートで作った洋風まんじゅうです。こちらはオンラインショップアソモで取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは1月31日水曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。阿蘇市ふるさと応援寄付金事業がスタートした日付はの答えは11月1日でした。たくさんのご応募お待ちしています。